今日の撮影やねんけど、どんな感じなんかな。今日の撮影は、うん、スポンサーさんの紹介の撮影になります。今からいつも応援していただいているスポンサーを紹介します。はい、この前の K-1 ファイターの人ってどないやった。あー、K-1 チャンピオン、元第4代か、うん、フェザー級のチャンピオン、椿原選手って言って、うん、試合見た感じ、まあ、もちろんチャンピオンが強いねんけど、うん、すごい笑顔で、すごいやる人で、ほんでそのどういう人なんかなっていうふうにちょっと思ってて、うん、話してみたら、うん、面白かった。ああ、そうなんや。面白かった。なんかそんな硬い感じではない。そうそうそう、うん、なんかすごい見た目が真面目そうな人やから、うん、なんか真面目な感じの人かなと思ったら、うん、結構ギャグも言うし、うん、冗談も言うし、うん、なんか面白い撮影になった、はいはいはい、多分これが出る頃にはもう出てるか、うんうん、よかったですよ、面白かったですよ。もうちょっとごめんなさい、いろいろ撮影用でヒゲとかボーボーなんで、ヘッドアップにしたらあかんで、ね。そんなん言われたっすよ。okay, okay. この辺やねんけど、うん、ちょっといつ多くて分かれへんな、うん、なんか波のピンがずれてんねんな、うん、一回止まろうか、その辺でな。そうやな、一回止まろうか。これは危ない危ない危ない。これはどっちちょっと危ない。あ、行く、行く、うん、左行けって、うん、ちょっと電話するわ。うん、このこれやな、うん、ブレーキできてる？よし、できてるな、うん、ちょっと電話しよう。どうした？え見てたやろで、お前見てた意味わかる。えどうしこれ、これどういう感じ。お前今アタルソナ撮ったやんな。いや、いやちょっとミラーちょっと。いやいや、お前俺止まっとったやんけ、うん、お前何抜かしとんねん。別に何抜かしとんねん、これおい。別にいや、進むもん出ねん、これ止まってたから。ええね、生きとろ、お前。いや、生きてるとかじゃなくて、生きてるのかって、止まっとって。いや、止まってないやんけ、止まるやんか、止まるやんけ。携帯見てんのかなと思って。いや、携帯見てへんやんけ。ほんで、横通ったんですよ。いや、横通ったんですよ。お前見ながら横通ったやんけ。お前邪魔くさみたいな顔しとったやんけ。止まれ、止まったあかんのけ。見てた？いや、なんやねん、お前もなんやねん。今見てた？いや、全然出てん。いや、見てたやんけ。これはどっち？危ない。ああ、行く行く、うん、左行けって言う、うん、見てへんのかって、うん、見てたっけ。いやいやいや、いやいやいや、お前見ながら通ったらお前うっとしてお前顔しとったんやんけ、うん、何も見てない。いや、それなんで俺が止まっとったらあかんの、こんなこら、うん、気分悪い、うん、でもやろやもん。やろうやて。いや、気分悪いんや。いや、いい、もうそんなんじゃない。いや、そんなんじゃないからって、うん、お前が喧嘩を打っていたんやんけ。やれたんやろ。いや、別に俺でやれたんか。いや、いい、ええよ、別にそういうのはいいから。いやいやいや、もう二人で話したらバカ顔してええやん、うん、いや、それでええやん、もう、うん、いや、それ見とったんちゃうん。お前運転してんやろ、これうん、運転したけど。いや、してて、ほんで止まってて、お前なんか横道の飯が当たりそうなんやから言っとったんちゃうんか、これ横な、別に、うん、通っただけやから。いや、通っただけやからとしちゃうねん、うん、何喋ってんねん、もう、うん、ちょっと話つかへんよ、一回降りてこいよ、お前。一回降りてこい、もう、うん、一回降りてこいよ。降りるから、ちょっと待って。いや、一回降りてこい、言うてんねん。ちょっと、開けるからどいて、ちょっと。じゃあ、早い降りてこいよ、お前。じゃあ、降りてこいよ。じゃあ、早押しろや、もう。逃げていった？何やった？
何やったの。なんかちょっと目がやばかった。目やばかった。インテル系の目してたよ。マジで。入ってたから。あれダブコやな。マジか。全然危なくなかったよな。うん。そんな変な通り方してないと思うんだけど。別にビューンって行ったわけでもないしな。とりあえず場所確認して行こうか。せやな、うん、一回移動しようか、ここは。移動する？うん、なんかまた出てきて気持ち悪い。なんか変なやつ多いな。犯罪が多いってなんか聞くやん、うん、聞けへん。そんなまだこの辺まだ治安マシやと思うねんけどな。なんかちょっとあの悪金取られたな、うん、どうしたらいいか分からなかったスポンサー待っときましょう。はい、出て降りてくるんで。いや、今日あっけに取られたわ。さっきのな、うん、あれちょっとびっくりしたな。うん、たまおるんやな、たまに。うん、はい。なんか過去にもそうなあったとか言ってたやん、要は。うん、うん、あるある。車の運転のトラブルって、うん、被害妄想で起きるらしい。あ、今のもそうやん、完全に、うん、見てたやろって言われたけど。うん、多分見返してみて、うん、どっち？ちょっと危ない。あ、行く、うん、左行くって言ってた。あの人は見てないから、止まれがあって、うん、止まって多分右左見て、うん、しか多分見てない。まあね、うん、で多分目も合ってないでしょ、うん、向こうが見てたかどうかも分かれへん、うん、そうやね、うん、そもそも、うん、だからそういうなんか被害者意識が強いというか被害妄想なのかで起きることがあるから、うん、ほんまにこういう人たまにおるやん、うんうん、それを気ぃつけて運転するのも自己防衛のうちの一つなんかなって思ったな、うんうん、そう思うわ、ほんまに、ほんまにそう思うわ。ちょいちょいニュースあるよな、うん、自己防衛として、うん、そういう被害者意識が強い人の逆鱗に触れへんように暮らすのも大事なんかな。確かに、うん、無用な、ね、トラブルに巻き込まれる必要はないもんね、うんうん、巻き込まれる可能性もあるし、うん、わざとそうやって行く人もおるやん、たまに。あ、ちょっとね、興味半分みたいな、ね、うん、興味半分、うん、行っても結構なあのことに巻き込まれたりするのもあると思うからやめた方がいいやな、うん、なんでか分からんけど、うん、絶対隣のやつ言うよな。お前もってあれなんでな、怒ってる人って知らんがなみたいな、うん、びっくりしたやろ、うん、あれ言われてこっちにも来たわ。そう、お前もじゃってな、うん、あの心理はなんなんやろな、ちょっと勉強せなあかんやな、うん、まあまあカメラ回してたもあるかもしれんけどな、うん、それは多分そやろな、途中からあっていう顔しとったもん、うんうん、まさかカメラ回してるとは思ってない。それで、うんうん、お前らええねんって言ったら、うん、あ、そうやね、向こうからしたら、うん、なんで回しとんねんみたいな話で、ね、うん、俺を回されたと思ってんねや、うん、なるほど ね、この時代、あ、でもそれはあるかも、うん、それはあるわ、うん、女の子もよくあるし、うん、そのXちゃん、うん、フィジークの選手、うん、体鍛えてるやん、うん、ほなあの人たちやっぱりプロポーションいいから、うん、やっぱ撮られんねんって盗撮じゃないけど。なるほどね。でそれやってる人ってカメラがこっち向いてるからおかしいんやって、やっぱり。なるほどね。で分かってるでっていうことを言ってた。はい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 、はい、うん、それはどうなんやろうと思ったけど、うん、1回あったのがマスクが2になった時あるやん、うん、あの時にまあもちろんそのウエイトトレーニング終わって、うん、スクワットやった後に、うん、マスクつけてたらもう息できひんから、うん、その時だけ取って呼吸して、はい、でつけてってやってた、うん、ちょうどマスクが2になった時に、うん、やっとこれで2になったと、うん、で取ってやってね、ほんなら、うん、マスクが2になったことを知らん人なんやろな、はい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 、不自然になんかこっち携帯向けてる時があって、あ、これが X ちゃんが言ってたやつやと思って なんか不自然に向けてて、なんやろうなと取られてるんかなって、おかしいやん、確かにね、こっち向いてたら、うん、それは鈴木さん言ってること分かったなと思って、多分取られたと思う。で、ね、報告してたかな、もしかしたら分からんけど、ね、可能性は、うん、なきにしもあらず、か、美容のことが好きなゲイの方かも。
人気ありそうやもんね。あのゲイの方にはすごくあの好きと言っていただけるんですけどあの自分は差別はないですよ、区別もないですよ。ただ自分はあのノンケと言われるその業界用語でノンケ、はい、うん、ノーマルな人間なんで、うん、たまに痴漢されることあんねん、ゲイの方に。マジで、あのそれだけはやめていただきたい。犯罪ですので、痴漢は犯罪ですので、やめるように。で皆さん自己防衛も、今日の話じゃないですけど、まあ、そういう意味でも自己防衛していきましょう。今日もジャスモンさんの動画撮りに行ってきます。いいよー。